食品の値上げが相次ぐ中、6月から値上がりするのが米です。食卓に欠かすことができない米。こちらの店では一等米も含む30から40種類の米を常時取り揃えていますが、この米全体が去年に比べ値上がりしているといいます。その理由が令和5年産のお米の不作というのが大きな原因となっております。値上げの要因とされるのは昨年の猛暑により全国的に米の収穫量が低下したこと。農林水産省によりますと、去年の主食用の米の収穫量は全国でおよそ661万トンと、前の年からおよそ9万トン減少しています。この店では5キロ入りの米の去年の平均価格は1780円ほどでしたが、現在は2080円、およそ300円の値上げとなっています。 JA 熊本経済連によりますと、県内ではさらにインバウンドの増加などにより外食向けの米の需要が高まっているということです。米の不作と崩れた需要と供給のバランス、これらが小売店の価格に影響を与えています。こちらには10キロのお米がありますが、はい、こちらの10キロのお米も、2本あるんですけれども、今月の中旬で、終売ということで、こちらで最後になります。で、今後10キロは新米が出るまで、作らないということを聞いております。6月中旬からさらに販売価格への上乗せを進める予定だというこちらの店。店頭販売量を確保するために米の特売の回数を2週間に1回減らすことや、容量の少ない商品のラインナップを増やすことで買い求めやすくする工夫をしているということです。買い物をしていた人は、これまで1800円だったのが2200円になった。米屋さんに言うたてんってどうなるもんねえないし。お米もそうですね。毎日の食べ物って本当に工夫して食べないと、なんだ家計を脅かすような気がしますしね。県内の米の収穫量は全国平均と比べると落ち込んではいませんが、全国的な流通量の減少が県内の販売価格の値上がりにつながっています。農家からは円安に伴い食料品の値上がりが進んだ去年、米の価格は維持されていたとして値上げを歓迎する声も上がっています。消費者にとっても農家にとっても切実な米の価格、新米が出る10月までは高騰が続くと見られています。米はやっぱり毎食食べますし、削れないものですから、やっぱり家計を直撃しますよね。苦しくなりますよね、はい、今日熊本市中央区でおにぎりを売っている米屋の方に話を聞いたんですけれども、26年店頭に立っていますが、なかなかない値上げ幅だという話をしていたんですね。一方でおにぎりを作る上でのこの食材も値上げの対象です。向かって左の海苔なんですね。一昨年から続いている不作の影響で2年連続の値上げとなっています。海苔も食卓に欠かせない、おにぎりに欠かせないですから、やっぱり辛いですね。これはお弁当でも使いますから ね。その他さまざまな分野で値上がりします。カルビーはスナック菓子68品目を今月1日の納品分から順次 3% から 10% 程度値上げします。これも辛いですね、はい。また政府の補助金終了で九州電力の電気料金も値上がりします。7月に請求される国の認可が必要な規制料金なんですけれども、標準的な使用量の家庭で今月の請求分と比べて450円上がり7551円となります。家計にとってはますます厳しい時期に突入しそうです、はい。